こんにちは。コロナに負けない学校7時間目を始めます。どうも石田です。さて、コロナに負けない学校7時間目が始まりました。本日はですね、 IS さんからいただいた整数の問題を扱います。それでですね、早速やっていきましょう。レッツゴー。さあ、いかがでしょうか。答えから先に言うと、答えは n イコール4と10になりますね。特に n が4の方をですね、正解することができたでしょうか。この問題をですね、解く上で大事なのは、素数とは何かが分かっていることですね。そして整数問題のアプローチ方法、どういうふうに解くかということも分かってなければいけません。今回はですね、素数とは何かということですね、どんなものかを説明した上でですね、具体的に整数問題を解く上でのどういう解き方があるかっていう、整数問題を解く上での原則をですね、お伝えした上でこの解説をしていきたいと思います。それではですね、早速解説をしていきましょう。さあ、まず素数とは何かですね。素数ってのは聞いたことがあるかもしれませんけども、きっちり答えれることができるでしょうか。素数とはですね、こういうふうなものを素数と言います。それがこちら、ポン。はい、こうですね。素数とは何かというと、1とその数以外に約数を持たない数になりますね。例えばですね、どんなものがあるかっていうと、13であれば 1×13 しか表せないので、これは素数ですね。12の場合っていうのは 1×12 の他に 2×6 とも表せるので、これはこの定義に当てはまらないですね。1とその数自身の他に約数がないという条件に当てはまらないので、13は素数ですけど12は素数ではありません。いいでしょうか。あともう一つのポイントとしては、この素数っていうのは自然数であるっていうこともポイントですね。正の数であることですね。例えばマイナス5っていうのは、これは素数とは言わないです。マイナスがついている時点で素数とは言わないので、その点もですね、注意していただけたらと思います。それではですね、素数とは何かが分かったところでですね、次はですね、整数問題の解き方、アプローチ方法について見ていきましょう。それはこちらになります。はい、ポン。はい、こうですね。整数問題の解き方っていうのは3つのアプローチがあります。それ何かというと、積の形にする、範囲で絞る、余りで分類するですね。この3つのアプローチ方法がよく整数問題で行われるアプローチ方法です。もしこれでやってもダメだったら、まあ、諦めた方がいいですね。知らなければ解けない問題というのもあるので、あなたがその問題に対して知識が足りないのかもしれないので、この3つのアプローチでやってダメだったら諦めるというのが整数問題のもう最後の裏技になりますね。いいでしょうか。じゃあ、この数を見た時に n2乗引く 14n+45 が素数となる n を全て求めようと言われた時に、まずどうなるかというと、積の形にしたくなりますよね。つまりこれを因数分解して n2乗引く 14n+45 が因数分解したら n-5 と n-9 っていう風に因数分解できるので、こういう積の形にしたいと思うのではないでしょうか。その上でですね、素数ってのは1とその数自身の他に約数がないので、どちらかが1ってことですよね。ただ注意しなければいけないのは、この例えば3で考えてみてもらったら分かるんですけど、3ってのは 1×3 ですよね。ところがこうも書けますよね。-1×-3という可能性も考えられますよね。つまりこのかけたものであれば、数が1もしくはマイナス1になるということですね。つまり n-5、n-9 が1またはマイナス1になる数を全て求めて、 n-5、n-9 の値を見てもらったら、この問題は解けるということが分かりますかね。具体的に答えを書いていきましょう。こちらです。ポン。はい、こちらが回答になりますね。 n2乗引く 14n+45 っていうのをまず因数分解します。積の形にするですね。で、この時にこの数が素数になるってことは、素数っていうのは必ず正の数ですからね。正の数であってるってことは、これが 1× 何とかと表されるか、-1× 何とかと表されるか、どちらかですね。すなわち n-5、n-9 が1または -1 になるということで、倍分けしていきましょう。 n-5 が1の時っていうのは n が6ですね。この時に n-5、n-9 っていうのは1と -3 となるので、かけたものっていうのは -3 となるので、これは素数じゃないですよね。したがってこれは不定期です。同じように n-9 が1の時っていうのは n が10になりますね。 n が10ってことは n-5、n-9 は5、1になるので、かけたら5になるので、これは素数ですね。同じように n-5 が -1 の時っていうのが n が4になるので、 n-5、n-9 は -1、-5 になるので、かけたら5になるので、これも正しいですね。同じように n-9 が -1 の時っていうのは n が8となるので、 n-5、n-9 は3と -1 になるので、かけたら -3 となるので、これは素数ではないですよね。ということは、答えは n が4の時と n が10になりますよね。いいでしょうか。なかなかこの2つ答えるっていうところが難しいかもしれないですね。おそらくこの答えだけ見ると、 n-5 が -1 の時っていうのだけ見ると、素数ってのは -1 っていうのも含まれるのみたいなふうに思ってしまうかもしれません。実際質問をいただいた IS さんも、ここの部分ですね、ここの部分でつまずいたというふうに言われていたので、ぜひですね、間違いやすいポイントだと思うので、ここの部分をですね、しっかり見直していただけたらと思います。ちなみにですね、この4つの倍分けをしなくても、もうちょっとですね、範囲で絞って倍分けを少なくする方法があります。それどういうことかというと、素数っていうのは先ほど言ったように、1とそれ以外に約数を持たない自然数でしたよね。正の数でしたよね。ということは、 1×何とかと表されるか、 -1×
マイナス何とかと表されるか、どちらかです。つまりこれを見てもらったら分かるように、1と何とかだったらこっちの方がでかいですよね。マイナス1とマイナス何とかだったらマイナス何とかの方が小さいですよね。分かりますか？ということは n-5 と n-9 っていうのは n-5 の方がでかくて n-9 の方が小さいわけですから、 n-9 が1で n-5 が丸部分ってことが分かりますよね。同じようにマイナス1とマイナス何とかであれば、どちらの方が小さいかというと n-9 の方が小さいので、 n-9 がこちら側で n-5 がマイナス1側ってことが分かりますよね。実際こちらの n-5 がマイナス1の時っていうのが n が4ですし、 n-9 が1の時が n が10なので、大小関係を考えたらどちらなのかっていうのも分かりますよね。考える人はですね、大小関係からですね、この倍枠の1と4っていうのはせずに2と3だけでいいですよね。まあ、その場合はですね、 n-5 と n-9 では n-5 の方が大きいのでっていう一言はですね必要ですので、その一言は付け加えていただけたらと思いますね。いいでしょうか？本日はですね、素数となる条件というテーマでお届けさせていただきました。しっかりですね、この機会に素数とは何かということをですね、しっかり押さえておいてください。素数とは何かというと、1とそれ以外の約数を持たない自然数ですからね。いいでしょうか？そしてこの機会にですね、整数問題の解法のアプローチとしてですね、3つの方法、積の形にする、範囲で絞る、そして余りで分類するというですね、方法、アプローチ方法があるということもですね、合わせて知っておいていただけたらと思います。それではコロナに負けない学校7時間目を終わります。姿勢を正して、レイ、ありがとうございました。さて、本日の人のイテレいかがだったでしょうか？本日は整数問題の素数の話をさせていただきましたね。素数とは何かというと、1とそれ自身以外の約数を持たない正の数でしたよね。この機会にぜひ素数の定義もですね、しっかり押さえておいていただけたらと思います。そしてですね、それプラスですね、整数問題の解き方の原則をお伝えしました。3つの解き方はですね、すごく大事なアプローチ方法になるので、ぜひ押さえておいていただけたらと思いますね。実際に何をすればいいんだというふうに整数で困った時に使えるやり方なので、この機会にぜひマスターしていただけたらと思います。はい、ということでですね、コロナに負けない学校ももう7時間目になりましたね。普通の学校では7時間目で終わるんですけども、もうコロナに負けない学校は8時間目も9時間目も続いていくので、ぜひですね、どんどんリクエストいただけたらと思いますね。もう慣れてしまっているのか、最近質問が減少傾向にあるので、ぜひですね、皆さん振るってご応募いただけたらと思いますね。コロナに負けない学校はですね、人がですね、今コロナの影響で学ぶ機会を失われている子どもたちのためにですね、人が問題を受け付けて解説するというコンセプトでお届けしております。具体的なですね、問題の応募方法はですね、0時間目にですね、詳しく説明しておりますので、よければですね、こちらの動画をぜひご覧いただいた上で、もしわからない問題があればどしどしですね、ご応募いただけたらと思います。英語、数学、物理、科学の問題であれば何でも、中学生、高校生の方を対象に解説させていただきますので、ぜひですね、この機会に振るってご応募いただけたらと思います。ブラボーブラボーと思った方はですね、ぜひ高評価ボタンいただけたら大変嬉しく思います。またですね、一緒にデレではこのようにですね、学びになる動画をお届けしております。具体的にはですね、今回のように学習内容に役立つ授業動画だけではなくてですね、効果的な学習法やですね、ちょっぴり面白くて役に立つ話をですね、お届けしておりますので、まだチャンネル登録してないよって方はこの機会にぜひチャンネル登録いただけたらと思います。またですね、各種 SNS、Twitter、Facebook、Instagram も更新しておりますので、よければそちらの方もぜひチェックしていただけたらと思います。特にですね、Twitter の方はですね、毎日頑張って更新しておりますので、よければ覗いてやっていただいて、なんかいいことつぶやいてるやんけと思ったら、ぜひフォローですね、していただけたら大変嬉しく思います。それでは明日の解説も楽しみにしておいていただけたらと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょう。See you next time. チャンネル登録はこちら。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 